るねんな、心。さあ始まりました、ジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。ゆうじろうっす。もう一回マメイド。ここ下手っすね。マメイド来た。始まってんの？始まってる、始まってるわ。もうさっきと一緒だから。ドリフの世代のポケで。そんなこともないやろ。天丼、天丼です。マメイドです。やばい、お願いします。ありがとうございます。もう一回来てもらいました。ありがとうございます。はい、2週分ね。はい、盛り上がって盛り上がってね。確かにね。会話ごとになんか2秒ずつぐらい馬鹿にしたくて考える時間はね。いざ喋るってなったらなんか何喋っていいか分からへんな。いや、そうなんすよ。まあ、リラックスして、リラックスしてね、うん、え、P とかもちゃんと入るんだね。P とかは入ります。前回裕次郎くんが言ってはいけないことで入れてくれたんで、ね、できればその入れなくて済むような喋り編集がな、めんどくさい。裕次郎がしんどくなるだけだって。P あるって聞いたらもう僕はもう何でも喋れますから。あ、そうですか。はい、私はもうそこの辺は確かにそっち系強いもんな。はい、かなり。確かに俺とテクニックの間のノリではもう喋れるノリは一つもないからな。それから42期とまあ結構喋ったりしてるけど、そのノリとかはさ全然なくて、でテクニックがやっとなんか仕掛けてきてくれたなと思ったらもうどこにも出されへん。ただ二人とも楽しそうではある。そう思ってては絶対できへん。おいお前、それ俺なんとかちゃうわーって、そのなんとか絶対言われへん。前出て突っ込まれへんもんね。うんこ食わねえよがだいぶマシに思えるよ。まあマシっすね。それあれに比べたらね。そのなんとかを多分見てる人もちょっとある程度今想像してると思うんですけど、5個ぐらい上の。たどり着かへんと思う。絶対使うことになってるんで、全くもう違う角度からのいじりやから。コメント欄で予想してもらってもいいですか？絶対浮かばへんと思うわ。とんでもないもんがなれしいかもしれない。ファン減りますよ多分。それ分かった時点で。お前やったとしたらね。お前やったとしたら。ファンどころじゃないですか。正解やったらいいでしょうか。ハートのやつは。バンされる。バンされるかもしれない。でも優勝さんはだからそのほんまにジョックロック組んでからっすもんね。いやもうほんまに当たり前やからやし、はい、それこそ42期とほんま結構ちゃんと喋るようになったのは夏フェスからやな。ああそうやな、完全に。一緒にそれまではまあなんかちょっと挨拶ぐらいで、はい、あってもその喋らみたいな感じだったけど、センターでしたもんね。そう、センターで夏フェス、新しい学校のリーダーズの俺が鈴鹿役としてこのダンスをもう週3-4ぐらいで完璧でしたよ。練習してね、練習して、俺はもう解禁賞で行ってて、はい、そこでやっぱ結構喋るようになったもんな。そうなりましたね。そうかそうかそうか、そこで生まれるノリか。あのノリは。え？あくはまだ生まれてなかったから。いや、どうやったかな。あとだね、あったかもしれないですね。なんかこっそり僕の方に、いや福本さんって、うん、ああなんか面白いし、うん、でなんかまあ普通にノリもいいし、性格もいいし、いいし、親しみやすいし、うん、もうなんか。ほにゃららほにゃららほにゃららこっからな、こっからやからほにゃらほにゃららほにゃららじゃないと説明つけへんすから。始まりましたね、そっから。それもそのちっちゃい声で言われてる。そのなんか僕ほんまに聞こえるか聞こえへんかギリギリのやつで言うの好きなんですよ。それに対して俺が言うよ、うんうん、ちゃうわって言い換えでな。そうですね。その横文字にした言い方を俺が知ってて、その言い方を知ってるのもちょっとそうそうなんです。そこなんです多分。それが言えるノリやったら俺がちゃんとなんかその英語に変えれておもろみたいな感じになるのに、はい、それも出せない。何も言われる、ね、聞こえてもうたんやったらもうしゃあないです。こっちが悪いっすわもうそれは。え、それはそのマーメイドの楽しいラジオとかでも言ってない？いや、言ってる、言ってる、言ってる、あの楽しいラジオは言ってる、言ってるやん。楽しいラジオ何でも言ってんの。すごい話とかしてるよ。ダメよ。だから消してかなあかん。その売れるに伴って。されるって、はい、売れる前に絶対消さなあかん。言ってるし、それを何個か勧めたやつとかも言ってた。夏美はお前がやれみたいなくらい。あれやばかったな。いやでもあれおもろかったっすよ。あれめっちゃおもろかった。
想像してね。想像して。想像だけで話して。これはまあ言えるかもしれんけど、うん、その、まあなんか、何やったっけ、だから、誰かを、なんか夏美を、うん、殺してみたいな。軽トラを借りて、軽トラ借りて。俺が殺すんやったっけな。で俺が夏美を、そうそうそう、夏美がなんか休んでるかなんかで、コースさんが殺したんちゃうかみたいなやつだった。なんかそんな感じで。ありましたね。そうそう。で、裕次郎に、その、軽トラをなんか運転させて。それ自分の手は読まさない。運転させて、で、なんかその、軽トラの上にビニールシートみたいなのかぶせて、山奥行って、で、俺が裕次郎に、夏目お前埋めろって。いつもとさ、深めに埋めないと見つかっちゃいますよ。裕次郎ね、裕次郎。だいぶ、俺もだいぶ最後だから俺が殺してるから、裕次郎を共犯するために、夏目お前埋めろって。って言ってるからな、つって、ふがみと二人でキャッキャして。まあやめてくれ、俺らの味方だいぶ変わってくるから。そうやな、イメージ変えるから。また変えたら。大丈夫ですよ、それに関しては。そんな裏ないですよ。これぐらいやったら表で出せるか。まあでもそうなんですよ。まあまあ、ギリギリね。ギリギリね。うん。フィクションやから。うん、コーナーとかね。福岡さんだって夏美埋めてますもんね。うん、でも、そっから否定する言葉で出したらダメですよ。確かに、ね。それあれちゃうわ、俺。いや、ダメですよ。こんな。まあそんなことを言い合えるぐらいの関係になったか。そうですね、言い合える勝手にラジオで言うぐらいの関係。まあ、もうゲーム実況をね、僕らと、うん、まあ、今はなき、はい、今なきファンタズマと3組でやって、今はなきやな、なんか福本さんとテクニックはなんかな、うん、でもそう、ここがね、意外と意気と思ってるか、うん、結託してひなちゃんをいじめまくってもらう、女おっさんすぎる、おっさんすぎる、お前そのキャラクターじゃねえよお前でもあれついてんのかよ、あれめっちゃおもろかったな、でも僕はなんか後日その中村に一回聞いたんですよ、うん、そのボケとかそういう言われたのでやっぱそのセクハラとか感じるって言ったらめっちゃ感じるって言ったら、うん、感じんのかいめっちゃ感じんとってくれダメなんですよ、ダメ、ダメ、オンカーとか言うの、いや難しいからな、ダメって言われたらもう終わりやん俺口すくわせですからね、喋られへんくなってます、嫌な気持ちになりましたって言われたら俺もう追われてまうやん、もういやそうですよ、そうですよ、やっぱ気をつけないとね、本当そこは配慮しないといけない、でも確かにあのゲーム実況が評価されたか知らんけど、なんかかける振り返りチャンネルとかも2組でやったもん、あーあー、やりました、ね、あーでもそうっすね、ゲーム実況終わってからすぐぐらいやった、ここ最近ちょっと絡みが確かに確かにありましたね、ゲーム実況が評価されたんじゃん。いやそうなんかな。あれだからもう春風に次ぐ、春風に次ぐはちょっと違うか。うん、かを読んで一緒にゲーム実況やって。じゃあもうええ。二の舞や。もうこれだからや。一番か、今味方が多いぞ向こうが。やばいからな。それこそ裕次郎デイズに。はるかぜ次ぐを移したらもう最近結構再生数も伸びてきててさ毎回 4,5 千再生いってんねんけど、すごい、すごいな、そのはるかぜ次ぐ出てもらった時は1万5千とかやってたから、うわすごいね、レベルちゃうわあいつ、こっからバンバン出すんちゃう、いやもうトンズのメンション頼りまくりよ、ほんまに、そうか、だって俺も普通にその時ラジオ一緒やってんけどアキラさんのでなんか対決やって負けて、はいはい、なんかまた2人に囲んでもらって天日みたいになんか負けましたみたいだったら、もう俺らがM12 回戦行った時ぐらいの家で来たからな、すごいな、影響力すごいっすね、ほんまに影響力あるんやね、いやもう W 行ってますからね、そう、ほんまや、春風に次ぐその YouTube も一気に1万人ぐらい増えて2万人ぐらい今登録者、すげえな、もうだから僕らの YouTube もあっち出た方が全然いいですよ、本当に、いや出られる、出れるかお前、登録者何人ぐらい、登録者は、719人です、少ない、ねえ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 、そんなの楽しそう、楽しそうやりすぎやそんな少なくないでしょ、ね、2万と今比べちゃったから、俺ら何人か言うの、俺ら100人すくねほんまにすくね、ほんまに始めたとこやもん、ね、あまあそうですね、3日前ぐらいですよね、はい、作りました、ラジオ第1回上がって第1回上げてね、そうです、なんていうチャンネル名、マーメイドチャンネル、普通にシンプルに、なんかいろいろ言ってたよな、ラジオトークで、アンみたいな、
いやまあそうですね、いっぱい出した動画とかも、はい、いっぱい出したいなと思ってて、はい、あ出すね動画、うん、いや僕がねそのディープスポットとか結構やっぱ怖いですね。ああ、ロッキー、はい、そこをちょっとずつ出していきたいなとは思って、その兼ね合いがちょっとむずいんですよ。そのどこまでがいけるのかみたいな。はいはいはい、はい、あのちょっとこれはピーしてほしいんですけど、ついにあのちょうど昨日その一石さんと、うん、あのここをピーする、あここはピーちょっと言ってもらって、はい、ユージの俺も分かってないから怖いけど、ここをピーする、一石さんをピーする、一石さんピーせんで大丈夫やから、一石さんはあのツアー組んで、お、はい、もう一緒に行って、あの人と前で説明して、でちゃんとその中入って、はい、じゃあそれでは中行きますって言って、中入って、中でもちょっとイベントして。イベント、イベントしたはい、じゃあここで、はい、イベント行きますって言って、ちゃんとルールとか遊びとかも。ツアーや、ほんまにツアーや。ちゃんと楽しませるように。これを YouTube でできたらいいな。できるかここでさ、ピンの場所に行けないか。無理か。難しいね、じゃあ。許可とかも取らなあかんねんから、確かに YouTube は。無理か。それよりディープじゃないところはないんですか、その、はい、それが一番大丈夫そうなんだ、一番浅い、結構ね、いろんなとこ行ってるんですよ、本当に、うん、あプライベートでってこと、プライベートで、はい、なんて言ったら、もうロサンゼルスの一番のこのスラム街、ロサンゼルスに行ってんの、はい、スキットローっていう、えぐいスラム街も僕行ってますし、アメリカの旅とかしてたし、丸山ゴンザレスとかが行ってるとこじゃない、それ丸山ゴンザレスでさえ手出せへんのすごいですよね、これ、うん、なんか好きで、なんかそのネットとかで調べてみてもなんか嘘の情報ばっかりなんで、行って初めて分かることがめっちゃあるんですよ、それがもう楽しくて、なるほどな、そんな話だけでもな面白そうやけど、はい、それなんとかそのね、その YouTube で紹介して、多分厳しいよ、YouTube って、YouTube で厳しいからな、まあ、どうだな、まあ吉本芸人がやる YouTube にしてはディープすぎるか、ディープなんですよね、その吉本の看板があるんで、確かにそれができないんですよ、裕次郎もなんか連れてってもらえよ、なんか、裕次郎はまあでも裕次郎にもとっておきの場所はやっぱあるんで、はい、行けますね、僕に会ったとっておきの場所、はい、とっておきの場所は、それはピーいらない、あいや、まあまあその、まあ、内容言わないですもん、これは正直じゃあいるやん、じゃあいるやん、はい、言えないですこれに関しては行ったとってじゃあ、はい、もうエピソードも喋られへん、はい、あのだその僕がそこに1回行って、もちろん怒られることがあったんですけど、もちろん怒られることがある、はい、怒られ慣れすぎてる、虫みたいなやつに怒られたことがある、その怒られたセリフだけ言うと、う車線切れ車線切れ車線切れってこと銃のもうこれしか言えないですもん、いやまあまあいろんな、ね、特殊部隊とかで用語じゃない、車線総司令官が、総司令官が言う、車線切れ車線切れ、ほら怒られました、どんな怒られ、これしか言えないです、これは、いや気になる、これ気になるのよ、この見出し、これね、分かった人がいたらコメント欄で、いや、おるか分かったやろ、え、でもあのまあ、楽しいラジオでは話してるかもしれない。アーカイブを掘っていけば、ディグっていけば、どっかで当たりが。700ぐらいは出してるんで、その中からかなり取っていかなあかんな。どっかでは当たりが入ってるかもしれない。いそうですね。確かに。呼んでほしいな、でもマーメイドの YouTube チャンネルにも。いや、そうや、ぜひ、ほんまや、それは。そうや、そうや。やっぱそういうしきたりや、やっぱその、お互い呼び合って、確かにね、ビービーみたいな。そうか、我々がその YouTube してること自体はちょっと忘れてた。まだラジオしか上げてない。馴染んでないので。実感なさすぎて。ラジオでね、別に。まあ、早いか。ほんまやね。いや、でももう、いいんちゃう、別に。全然、どのタイミングでも。まあ、全然、この後でも、ああ、まあ、ちょっと時間があれかもしれんけど。ちょっと待った。すいません、間違い悪いみたいで。緊急用事の方が、まあまあ、いいかなと思ってた。みなさんでね。以上、ごめんな。なんか寒なりましたね。そうそう。何分ぐらい喋りましたか、14分ぐらい、早いもんですね、結構ね、いいですね、ちゃんと話せてますね、うん、なんだかいい感じになってきたかなと、というわけでマーメイド君の YouTube チャンネルも、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします。
はい、というわけで。はい、というわけで。仕切り直した感すごいな。はい、とんでもないこと言っちゃってね、今ね。誰かがいらないことある。はい。だけジョックロックマーメイドともに応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。何ですか？聞くんですか？聞いてください。え、何のやつそれ？五。五です。五です。え？何がですか？殺されます？五番目に。五という数字が出ました。